はい、どうも和一です。今日なんですけども、ナンパ企画やっていきたいと思います。普通にナンパしても成功しないんで、今回は鬼滅の刃ナンパしていきたいと思います。はい、今流行りなので、そうですね、鬼滅の刃の映画を見に行きませんかと言ってからナンパしていきたいと思います。それではやっていこう。それでは鬼滅ナンパしていきたいと思います。すいません、すいません、すいません、全然ナンパではないんですけど、めっちゃお姉さんのタイプで話されたんですけど、今度よかったら鬼滅の刃をちょっと一緒に見てほしいなと思って。はい、え、何ですか？知らないですか？知ってますけど、ちょっと映画一緒に見てくれる人探してて。何ですかそれ？あ、まあ好きじゃないですか？あ、見たことないですか？あ、まあ、見てますけど。あ、本当ですか？はい、でもちょっとなんか一緒に見る人いなくて、あ、もっとなんか綺麗なお姉さんとして一緒に見たいなと思って。いやいやいや、ええ、今度ちょっと一緒に、はい、よかったら映画見に行きたいんで、映画一緒に見に行きたいんで、いやいや、ちょっと LINE だけ交換してほしいなと思って。お願いします、お願いします。すいません、すいません、あの全然ナンパではないんですけど、あれちょっとなんかバレたっぽかった、なんかダメだ。すいません、あの、すいません、あの全然ナンパではないんですけど、めっちゃお姉さんのタイプで話し合えたんですけど、ではないんですけど、ちょっと一緒に鬼滅の刃をちょっと見てくれるお姉さんを探してまして、よかったらどうですか？あ、後日です、後日。僕も急いでるんで、今度して一緒に鬼滅の刃をちょっと見てほしいな。大丈夫、あんまり人なきゃいないですか？すいません、ごめんなさい、あの全然ナンパではないんですけど、ちょっと一緒に鬼滅の刃をお姉さんと見てほしいみたいなと思って伺えたんですけど、すいません、あの全然ナンパではないんですけど、ちょっとお姉さんと一緒に鬼滅の刃をちょっと一緒に見たいなと思って。すいません、すいません、あの、あ、ごめんなさい、あの全然ナンパではないんですけど、はい、ちょっとお姉さんと一緒に鬼滅の刃を一緒に見たいなと思って声かけたんですけど、はい、今度一緒に映画行きませんか？すいません、ちょっと大丈夫です、はい、あんま興味ないんで。あ、じゃあ全然違う映画でもいいんで。いや、大丈夫です、すいません。今度して映画デートしてもらえませんか？いや、大丈夫です。いきなりごめんなさい、あ、僕26歳でシステムエンジニアやってます。自己紹介ですけど、まあ、今大学生とかですか？あ、はい、そうです。本当ですか？結構平日休み多いんで、私時間合わせでちょっと映画行きませんか？ちょっと先今急いでるんで、ちょっと LINE だけ、LINE 交換しませんか？ごめんなさい、ちょっとお願いします、そこをなんとか。ちょっとすぐもう一瞬でブロックしていいんで。すいません、大丈夫です、すいません、まあ、減るもんじゃないんで。ちょっと本当に今急いでて、
か。すみません。ごめんはい、やってまいりました。やっぱり鬼滅の刃人気なんで割と好きな人も多く、まあ、反応は良かったですね、まあ、ですが、まあ、番芸には至りませんでした、はい、というわけでこの動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタン、グッドコメント、 Twitter、TikTok の方よろしくお願いします。では。